モテる男は辛いですなぁ、ということで、早速ですが、いや死にかけてる。バイオハザード7やっていきましょうか。すいません。ということでね、前回ね、パーティーにお呼ばれしたん で、それに必要なのにちょっとチケット2枚を手に入れることができ、はわねー、間違えてる。チケット手に入れることができたんで、早速ね、パーティー会場に、Welcome to Paradise ということでね、やっていこうかなと思います。パラダイス山本ってなんかいたな。あれだったっけな、忘れたな。はい、じゃあ、早速ね、パーティー会場のね、まずは入り口、受付をね、しに行かないといけないですからね、やっぱりパーティーといったら、まず受付で、遠方にお名前を書いてね、今日はどなたからのご招待ですかって言われてね、いやー、ルーカスがさ、俺のこと呼んでんだ、ヒャッハーなんだよっていうね、さとをさせていただきたいと思います。これがすごいよね、こちらが操作しないで、勝手にテレビがつくんでね、あー、どうも受付嬢のルーカスでございます。ちょっと頬がこけすぎてるけど、栄養バランス大丈夫？こっちを見てますね。でもお目々が、うわスキッパービブラートが素晴らしい。多分どこかでボイストレーニングをしていたんじゃないかなというふうに思うんですね。で、まあ、このね、こいつがね、まあ、あたかもその、エプリンに操られているかのように見せ、かけてはいるんですけれども、まあ、残念ながらね、こいつは、なんか、自らサイコパスを、もうなんかね、具現化したような感じのね、キャラになってるんでね、もう演じてるとかしないんだよね。素なんだよね。で、これ、よくよく見たらさ、よく知らなかったんだけど、あれだよね。多分、次回パート、まあ、コンパートか次回パートくらいで見せせることになると思うんですけど、パーティー会場抜けた先の小屋の中だったんだよね、これね。右側にさ、見えるさ、白い紙がペラって貼ってある。痛い、無理。こんなことするのもあれだよ、なんか。誰だっけ？このルーカスとさ、裸足の弦に出てくるなんか拷問のやり方みたいなものしかないよね。あ、そうそう、なんか Facebook のムービーとか見てたら、裸足の弦のアニメがあるって初めて知って、なかなかエグいね。目玉が普通にえぐれて取れていくシーンとか、犬とか赤ちゃんとか平気で死んでいくシーンとかっていうのがアニメで描かれてて、まあ、今時だったら多分普通にゴールデンじゃ絶対放映できないだろうなっていうような、もうほんと、グロテスクすぎる。シーンが、ね、たくさん描かれてたんだよね。まあ、それなりにえぐいシーンを今からどんどんお見せしていくことになる。バイオセブンってそこら辺がね、なかなか、容赦ないっていうか、えぐいですよね。ということで、なんか、こっちに来てみろって言うんでね、なんならテレビ画面の中身に入ってってやろうか、ヒャッハッ逆サダコしてやろうか。パーティー会場にね、はい、受付が終了しまして、名簿も書いてね、だったらね、普通入ったらさ、なんかさ、こう、お品書きとかさ、メニューみたいなものもらえるじゃないですか。ね、今日の献立はこれでとかね、そこら辺がね、全然用意されてないからさ、あと会場に入った人のさ、なんか粗品をプレゼントとかってあるじゃないですか。粗品も何もないからさ、ね、こっちは必死にさ、お金出してさ、集めてさ、お金というか、命かけてさ、やったわけじゃないですか。なんだっけ。あれ、使う必要がないからね。もうバーナーを使うような場面ってないからね。さあ、慎重に。横に、後ろに、縦にならない。気をつけろよ、やつら、まあ確かにやつらってたくさんいるからね。で、ここら辺もないかな。じゃあ次の部屋、目の前にある、これ勢いよく飛び出してたら、チュドンってなるところだね。で、こいつを後ろに。あ、なるほどね。機械そのものを爆発しないようなのかな。散らかってて悪い。そうなんだよな。パーティーするくらいだったらさ、そのパーティーグッズとかでさ、なんか盛り上げていくっていうか、賑やかなのはいいけどさ、そうじゃない場合とかさ、ただただ散らかしてるだけとかってさ、もう勘弁してくれよっていうね。あれ？あった。まあね、パーティーは爆発だっていうね。で、リペ、あ、これ別にいらねえな。別に修理するようなやつも。おうおう、危ねえ。目の前にあった。あ、なんだ。これは何も喋ってくれないんだね。かわいそうな爆弾ちゃん。特にアイテムもなくだね。で、カチコ。うわー。まあ、あからさまに用意されてる。で、これで、あ、なんだ、ただの箱じゃんと思って油断させておくじゃん。ほんじゃ次はね、ギャッハーなんだよね。過去に恨みでもあるかよ、お前。いや、恨みはないけど、妬みがあるかな。あれ。そうなんだ。これを、ちょっとうまいこと、あれ。
爆発させられてない。あれこっちじゃないのか。こっちにもないし、あれ、どっか、あったあった。えい、でもう一本はちょっとこれ一旦くぐっていかないと届かないので、よし、はい、オッケー。じゃあ、ここで前回は確かね、1408だったかな、1480だったかな、どっちだったかな。そうだな、0804。まあよくやるのは0721なんだけど、いや待て待て、僕はそんな下品じゃない、それは入れないですけどね。0621、うん、あー待て、違ったな、0514だ。やってみろよ、ここをさ、入ったら塞がれてんのに、こいつどうやって入ったんだろうね、最初ね。さて、間違えた。あの、キーボードが普通に押せてないっていうね。1408。確かに、ね、前回の実況の時は1408か1480だったんですけども、ティックタック、ティックタックなんだよな。あとでちょっと自分のパート終わったら、これ見直してみるか。で、ガッシャーンってなるから、おお、なったね、今ね、うん。これ面白いな。箱を動かしてる時でも、普通にガッシャンってなるんだ。まあいいや。ほんで、こっちはいけないから、ここがガチャコンと開いて、で、中入っていく。さあ、こっから普通にね、たくさんどっこいしょが来るからな。薬液。小豚。タヌキ、何もない猫。これは、あ、これ普通か。そしたら、これ後ろ振り向いといて、で、あのリッパーリッカーよくわかんない、どっちかが来るから、構えとこう。ちょっと遠いからこのくらいの距離で、ジジジ、あの立ち上がったらね、背中越しでな、ドゥーンってなる可能性があるからさ。来ないな、なかなか。来る？来ない？来た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 。ワンタンキル。なんかあったよね、ワンタンキル。なんだったっけ、あれだ。ラーの抑止流だ。歩いてる、這いずってる。俺はじゃあ、間を取ってしゃがむ。後ろから来てるよ、変態。なんか、誰をタップとした。じゃあもうとりあえず、こいつ使っていく。燃えろよ、燃えろよ。全然燃えへん。燃えてる？おお、ちょっと待って、普通に強い。待って。開いた！ちょっと待って、全然ガスバナーが効かない。ああ、やっと進化した。進化じゃねえや。なんか、おお、ちょっと待って。全然あれだね、効かないね。豪華な日もある。肌を焦がすような。モールデット全然燃えない。ほんの少し置いたが過ぎたようだな。モールデット。いやー、しまったな。普通に。で、ここの部屋はね、めちゃくちゃあるんだよね。おお、危ねえ危ねえ。注意しない。うってー、ちょっと待って。今の距離で爆破すんのかよ。これちょっとこれ以上爆破させたら危ないから、おう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 、危ねえ。よかった、視力よくて。この爆発もうクソ罠じゃん。はい、もう視力 0.01 しかないんだけどさ。あー、ちょっとこれ以上アイテム取りに行くとなんか危険な気がするから、避けつつ抜けていく。 OK。いやー、危なかったね。なんとか。で、こっちは特になさげだし。おお、いたのかよ。ちょっと待って。これは、外してる。下手くそ。あー、もったいね。早い。あ、リロード早っ。あ、くそ、もったいなかったね。残念。これ、ここって、こんだけだったっけ？なんかもっとめっちゃ敵出てくる印象があったけど、特にないか。じゃあまあ、あれだね。おデブちゃんが、キン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 って出てくるから、燃やす。これ問題なし。逆に今日、いいね。これ怪しいな。
怪しくなかったわ。100液ってさ、燃やしたらさ、もしその中身がエタノールとかアルコールだったりとかしたらさ、もうなんか燃え尽くして終わりだよね。もうハッピーバースデーの前にハッピーバースデーになるよね。意味わからんでしょ。まあ、わかる人にはわかるね。ハッピーバースデーの前にハッピーバースデーになるっていうね。ここでまあハッピーバースデーのビデオを見るってことになると思うんだけど、まあ、今回はね、ちょっと4時間クリアを目指しているんで、こんなスローペースで大丈夫なのかな、4時間クリアって。なんか、ここまで進めていくにあたって、そのね、皆さんには見えてないところで、お疲れ様でした、さよなら、バイバイって言うじゃないですか。お疲れ様でした、さよなら、バイバイって言った後に、まだね、5秒、10秒くらいね、そのままセーブするまでに時間があるんですよ。その時間する5秒、10秒っていうのが積み重なっていったら、ね、もうこれパートナンバーだって多分10くらいなんだけど、ね、それでも1分、2分とかっていう時間がね、ひゃーってなるからね。まあ、そんなことはどうでもいいが、そうそう、そんなことよりも、これをなんかちょこちょこいじってる時間をもっと減らしていけよっていう話なんでね。だけどね、ちょっとね、安全、万全を期してね、やっていかないといけないと思ってるんで、ちょっちまっちに。薬液、今日のガンパウダー。で、これで、マグナも作っておきます。で、もう一丁マグナ。そう、なんかね、次に出てくるね、おデブちゃんがね、地味に強いんだよね。地味に強いとか、そいつが強いのかな？よくわかんないんだけどね。じゃあ、このまま次進めていきたいので、ここ行ったから、降ります。なんかめっちゃ固まったけど、気のせいか。大丈夫か？よし。じゃあ、このまま、これを、あ、そっか、置いてきちゃったから、もうこれ使うしかない。いやー、いらねえ。お前、今出てくるんかいってなるな。あ、違う。うん。バッテリーと、俺に関して頭が抜け落ちてるね。めっちゃバーナー出てくるやん。え？なに？バーナーが実は弱点なの？ファットって。ああ、そっか。脂肪がいっぱい油だらけだから、燃やした方が燃えるってことか？いや、そんなオチはないでしょうに、ね。これどっちか。あれ、爆発。あれだよね。最後の最後に罠仕掛けたんだよな。いやらしいやつだよね。なかなか狡猾だよね、ルーカスってね。まあ、頭脳派なんだろうね。直接ね、肉体で戦ってくることって、ね、ほとんどないからね。さて。じゃあ、ここ、ハメハメしましょう。短くて太いやつ、ハメハメしましょう。短いけど太いやったら、まあ、やっぱり、ね。面積っていうか体積のレディースエンジェントルメン、さあ皆様ご注目、ちゃんと牛舎ファイト、牛舎ファイト、これがもうパーティーの、まあなんだろうな、前座になってくるのかな。男らしく正々堂々と戦ってくれよ。レブちゃんオープン。ちょっとあれ、前座ちょっとすでに飲みすぎてたのかゲロってる。アルコール入れすぎよ。あ、ちょっと うまいこと避けやがった。バイ。うまいこと避けやがった。戦わなきゃいけない時を飛び越えてこそ男になれるんだよね。意外と俊敏なんだよね。待ちって。マジか。思ってたよ。今のは聞いてるぞ。今の聞いた。俺が聞いてる。やばい。またゲロってる。近い。これだけやってまだ生きてるなんてよ。それに手足やってシンプルにゲロってきやがった本当に。あ、ちょっと待って、押せないぞ。試合終了。じゃあね、まあ所詮こんなもんだろ。飲んで吐いたっていう経験はしたこと、あ、あるわ、あったわ。うん、人生でビール2回目飲んだ時だな。あの、成人してからね、なんかね、うん、成人してあ、今の発言ちょっとよろしくなかったかもしれない。危ない。ちゃんとお酒は二十歳を超えてから。あれ？逆だった。これで問題なくで、いけるかな。サバリムといらねえな。いらねえ、取っちゃったな。まあいいや、後で全部頭じゃねえ。アイテムガンしまってくからね。で、番号が1146。全然違ったね。じゃああれか、ここの番号はもう絶対に当たらないようになってるんだな。0も8も全くでもなかったもんな。OK。じゃあ、ちょっと中途半端なんですけど、やっぱりメインディッシュはね、なんかついでにやるっていうもんじゃなくてね、それメインディッシュで用意するっていうのがやっぱり大事になってくると思いますんで、一旦ね、ここで1146のボタンだけ押しといて、じゃあ、そんなことしちゃダメ。そう。あ、行っちゃう。ということなんで、まあね、次回。よー、今度
お楽しみにしていただけたらというふうに思いますので、一旦ね、この辺りで、中途半端に見れたと思ってます。ということでね、ぜひパーティーを楽しみたいという方はね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、パーティー楽しみに待っていただけたらというふうに思います。はい。ということでね、本日も最後まで動画をご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。アイテム全てね、格納することができたので、一旦この辺りで区切りたいと思います。では、次回またお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。